あっちいな、もう、この野郎。こんな暑い中で、授業とか受けようとやろな、もう。もう、俺ら、生徒、もう全員、無邪気になるわ、まあ。こうなったらな、もう、職員室行ってな、もう、教員どもにな、クーラーの設置をな、要求してやるわ、もう。革命起こすぞ、こら、お前ら。行くぞ、お前ら。いやあ、刹那圭介だよ。7月革命っていうゲームを9月にやっていきたいと思います。今9月です。よっしゃ、クーラーをつけてもらうために革命を起こすぞ、こら。行くぜ。革命を起こすぞ。 いきなりどうした？田中か知らんけど。田中って名前か知らんけど。これどっち？どっちが言うたんかな？右の女の子が言ってそうな気がするな。なんかすごい仁王立ちしてるし。で、左のなんかすごいな、化け物語の荒々木さんに若干似とうような気がするような感じの人がおるけど。え？何？いきなりどうしたの？未来側。革命を起こすぞ！ なんだお前は、松岡修造か。うるさいうるさい。何？何をさ。昔だ。お前は3年間この学校にいて何か疑問を感じないのか？は？感じないのか？強いて言うなら学食に唐揚げうどんがない。唐揚げうどん、 うどんに唐揚げ入れるかね？そんな初めて聞いたわ。そこじゃない！何なんだよさっきから。今日の気温は何度だ？ん？天気予報では32度近くって言ってた。この教室の気温は何度だ？外とあんまり変わらないんじゃない？それだー！この教室は非常に暑い。そうかな？そうだと思う。そしてこの教室には決定的に足りないものがある。やる気？何？この話の流れで大体わかるだろう。ああ、そうか。気温と言ったらカブトムシや。カブトムシがおりそうな暑さなのにカブトムシが一匹もいないな、今日。おかしいな。夏なのにカブトムシの一匹や二匹おってももういいかもしれんのに、僕カブトムシ大好きなんです。あ、違うの。 カブトムシじゃない。ああ、未来川さん、虫好きじゃない。ああ、そうっすか。クーラーだよ、クーラー。この教室だけじゃない。この学校全教室には空間を涼しくするクーラーがない。3年になって何を今さら。そこで私は革命を起こそうと思う。え、まさか教室にクーラーをつけようとは思ってるの？全教室で？3年の今になって？バカじゃないのお前。え、なんでって？あのさ、未来側。もうすぐ夏休みなんだよ。なのに今クーラーなんてつけても意味ないんじゃない？何を言うか昔だ。クーラーは冬には暖房になるんだぞ。最近のは多い、そういうのが多いね。冬はストーブがあるからいいだろ。それにさ、昔先輩たちがクーラーつけようって先生に話したけど、結局つけてもらえなかったんだよ。そうなの？っていうか、なんで昔だからそんなこと知ってるんだよ。それは、まあ、ともかくだ。それについて今から作戦会議を行う。昔だの豆知識のコーナーが完全にスルーされたね。人の話聞けよ。っていうか、作戦会議って何？もちろん革命作戦だよ。何それ？っていうか、なんで僕も参加したいみたいになってなるの？いいだろ、別に。だってお前、頭いいもん。はぁ、あ、どうも。褒めてねえよ、この勉強の変態。なんで勉強できるのに変態扱いされなきゃダメなの？うるせえよ、この赤字徴収犯。ほら、お前ら、授業始まるぞ。席につけ。先生来た。あ、はーい。
あ、待て、昔だ。まだ話は終わってないぞ。未来魚はさっさと席につけ、でないと隊員落とすぞ。はーい。今のはーい、めちゃくちゃぶりっこしてたね。コロッケ、うまい。いる、今の絵。うん、コロッケはうまいよ。けど今の絵はいらんと思うの、僕は。さあ、さっきの話をするぞ。まだ続いてたの。というか、昼くらいゆっくり食べさせてよ。わ、お前こんな暑いのにうどん？怖っ。いや別にうどん好きなんやけんいいだろ。暑い中のうどんってまだうまいんぞ、お前。俺ラーメン派やけどさ、うどんあんま好きじゃないけどさ。うるさいな。お前はそんな長ズボンでよく暑くないな。半ズボンだけど引くだろ絶対。学生服に半ズボンは似合わんぞ、似合わん。うん、行く。女子はいいよな、スカートで。スカートだろうが暑いものは暑い。だから教室にクーラーの設置をやめといた方がいいって。なんでだよ。さっきも言ったけど、過去の先輩たちが何回も先生に交渉してみたけど全然ダメだったんだって。そこまでして先生方もどうしてクーラーを断固拒否するのか、謎が謎を呼ぶね。まあここ公立だし田舎だし仕方ないね。無理だね。やめろよ。お前が無理って言うと本当に無理な気がしてくるだろ、頭いいから。じゃあ無理だよ、やめとけ。お前ではできない、諦めろバカ頭、すっからかんピーマン。諦めろまでは分かるけどさ、バカ頭って何、すっからかんピーマンって何。皆さん、このすっからかんピーマンって、悪口を明日から使っていきましょうよ。お前すっからかんピーマンってどういう意味かは知らんけど。あー、なんかそんなに言われると逆にできる気がしてきた。なんなんだよお前。なあ、昔じゃなんかいい案ないか。なんで僕に相談すんだよ。お前が協力してくれないと困る。私頭悪いし、自分の頭悪さを自覚しとった。うん、そうだね。うん、そうだねじゃねえよ。普通にうん、そうだねって返したよこの子。昔だ、いいね。そういう未来側は何も考えてないの。一応一つ考えてある。一応聞いておこう。まず職員室に入って先生全員に聞こえるようにメガホンを使ってキレられるわこんな。そんなアホのやり方でクーラー設置してくれるわけないだろ。なんだよ、やってみないとわかんないだろ。原始人じゃないんだからさ、もっとさ署名運動とかさ、いろいろあるだろ。そんなの時間かかるだろ。私は今すぐにクーラーが欲しいんだ。あのね、未来側さ、クーラー設置にどれだけ時間がかかると思いかい。結構時間かかるよ。というかこういうのって普通先生の前に生徒会長とかに話を通すもんなんだけど。あ、そっか、その手があったか。でもいいや、めんどくさいし。お前クーラーのためなら何でもやるっていう貪欲な精神はないんか。めんどくさいって一言で片付けたよ。まあ俺だってめんどくさいけどね。はぁ、というか昔だ、さっきから無理やり言いすぎだろ。無理無理言いすぎだろ。どんだけネガティブなんだよ。いや、あのさ、未来側はもっと自分のやっていることが無謀だということを分からんよ。いいえ、私は諦めない。必ず全教室にクーラーを設置してみせる。職員室だけ涼しい空間を作れるなんてずるい。私も涼しくなりたい。なんて勝手な。大体なんだお前は、さっきから無理だの諦めろとかさ。はーっと、お前は後ろ向きだな。はいはい、悪いございました。それよりさ、僕にいい話が。もういい、昔のネガティブ発言はもう飽きた。だから人の話聞けって。ってどこ行くんだよ。これから革命を起こす同志を探すので、1年のクラスから暇なやつ集めてくれ。暇なやつって言うたんや今。もうさ、もう革命起こしたい精神に関係なく、暇だったら連れてくるぞって言いよんねお前。お前は絶対に入れてやんないもんね。泣いて詫びても入れてやんないもんね。これ本当に中学3年生なんだろうか。あ、おい待て、未来側。
昼休みあと3分しかないんだけど。放課後、革命起こす気満々ですね。どうなるかな。みんなの週、時は来た。お、何集まったかな。このみんなの週っていちいち言うくらいだったらさ、30人ぐらい集めたんちゃうんかな。少なくとも30人ぐらい集めたんちゃうな、未来川さん。ちょっとそれ以下だったらさ、俺さ、お前のおでこにデコピンするけんな。今こそ教室に革命を起こす日が来たぞ。めっちゃ集まってる。結構暇人多いんか。暇人だらけやの、この学校。わおーって、いつの間にこんな大人数。今まで暑さに苦しめられて、体育の後に暑くて死にそうになった日々も今日でおさらばだ。いくぞ。おー、めっちゃ活気はぐ、活気に溢れてるじゃん。何この統率力。1年生の諸君、なちょっと考え直してみんか。お前、自分らが何やりようかちょっと今でも理解できてないんちゃう。ノリでやってる。ノリで空気読まないとき、空気読まなくていいときもあるんだよ。言っちゃったよ。やれやれ。数分後、一人待たされてるね。どうした。みんなまで言うな、昔だ。何も言ってないわ。どうしても未来、どうしたの未来川さん。まるでセミの抜け殻よ。もう何も言わないって言ったじゃん。やっぱり革命失敗した。失敗？何それ食べられるの？バカだな。こいつ完全にバカだな。とぼけても無駄だ。未来画を見たらなんとなくわかる。少し前。本当にメガホン使ってる。そんなどっから持ってきたんだろう。教師諸君の皆さん、これから私たち生徒全員は全教室にクーラーの設備を。なんだお前たち、いきなり職員室に押し込んできよって。しかも今テスト1週間前だということを忘れたのか。10数える間に出ていけ。さもないと退学にするぞ。はい、10。みんなの週、撤収。退学怖がってんじゃねえぞ、こら。そして今に至る。あっさりだったな。あんだけ活気づいとったのは何だったんだろうな。しかもさ、お前だけ目立っとってさ、集まってくれた同志諸君、何も目立ってなかったぞ、お前。どうしてくれるんだいって感じで逃げてきたんでしょ。なんで見たかのように言うんだよ。あ、やっぱりそうだったんだ。というか、あと1週間でテストだったんだ。知らなかった。だからやめとけって言ったのに、あと勉強してるか、お前。こんなことでは終わらん。終わらせてたまるか。なんとしてもクーラー設備を。なんでそこまでこだわるのさ。そんなにこの教室暑い？この前、休日に見学会があっただろ？ああ、中学生の。中学生？あ、これ高校だったん。これ高校だったんや。さ、高校3年生になってもさ、この未来川さんはこんな頭してるんだね。中学生に見せたら、あの先輩めちゃくちゃ痛いですね、みたいな感じになるのかな。こんな時に来てた中学生が、今時クーラーがない学校なんてって言ってたんだ。そうなの。それに後輩も、クーラーのある学校に転校したいって。クーラーのためだけに転校するかね。いや、それは冗談でしょ。だから私が頑張ればなんとかなると思って。未来側、まあそういう頑張ってみるも確かに青春の中じゃ重要な体験だと思うよ、未来側さん。それに暑いし。まあそうだろうな。どういうことだろうな。やっぱり自分のためでもあるんだ。だってあとは半年かそこらで卒業するんだぞ。その前にこの学校で何かやっておきたかったんだ。じゃあ勉強しろよ。その何かがいろいろ間違ってる気がするんだけどね。ねえ、教室が涼しくなればいいんだよね。うん、まあそうだな。クーラーは無理でも扇風機なら置けそうだよ。
え、そうなの？うん。というか、なんで昔だから断言するんだよ。先生に聞いたのか？僕らを誰だと思ってるの？え、なんだい？昔だくん、裏番とかやったのもしかして、裏番とかのやつなん？だからさ、先行とかにさ、裏からさ、なんか、陰口つけてさ、陰口つかさ、裏から指示出してさ、教師に言うこと聞かせることができるん？何それ、昔田くん、昔田先輩、昔田さん。え、昔田は昔田だろ。え、嘘、本当に知らないの？うん。未来川、お前朝の集会とか寝てるだろ絶対。うん。素直で結構。どうも、生徒会長の昔田です。あ、どうもこんにちは。チーン。未来川さん、生徒会長目の前にいるよ。今だったらめんどくさくないぞ。行け、クーラーつけろって行け。お前生徒会長だったのか？っていうか、なんで知らないの？知るわけないだろそんなの。なんで怒るのさ、怖い。本当なの？嘘言ってどうすんの？で、扇風機の件だけど、前から先生に交渉して4台まで設置することになりました。よ、4台？もちろん全教室に置きます。なんかお前かっこいいな。生徒会長ですから、キラ、めっちゃかっこいいや。昔田先輩、昔のパイセン、裏番昔だ、昔田生徒会長。惚れてもいいかな？ええ、それは勘弁。見た目は可愛いけど中身バカだからね。多分さ、未来川さんさ、得点つけるとしたらさ、見た目10点満点中8点ぐらいなんよ。結構そこそこいいんよ。けどさ、中身は1点やけどな。じゃあな、3点ぐらいにしとこう。これもまだちょっと過大評価して若干甘めにつけて3点やけんな。いやいや無理だね。好きだー昔だけは。いやー、やめろ、気持ち悪い。あ、これ恋愛ゲームだった、もしかして。いやお前足踏んでるし。ありがとう昔だ。分かった、分かったから許な、恥ずかしい。あとついでに勉強教えて。それは自分でやれ。くそー、リア充が出てきおったな。でも革命はまだ諦めてないからな。え、はい、というわけで今回単発で7月革命をやっていきました。破天荒スキルだろう、未来川さん。あ、設置されたんじゃ、扇風機設置されたんじゃ。あーってやってるね、定番のあーですね。勉強ってこずってるね。隣の未来が、未来田くんか、昔田くんか、昔田くん勉強できすぎてすぐに寝とる。生徒会室にお邪魔してる。なんだかんだね、これめちゃくちゃ二人仲いいよね。くそ、昔だ、リア充爆発しろよ。というわけで今回7月革命、扇風機ついてる、で、おまけが出てる。わ、おまけだ。でも、視聴者さん、おまけはやらないからね。おまけはちゃんと視聴者がダウンロードしてプレイしてからおまけを、自分でおまけを見るんだぞ。ちょっといやらしいでしょ。でもね、これ自分でプレイするってことも大事ってことを分かっててほしいな。というわけで今回は7月革命でした。扇風機設置してもらってよかったね。みんなもね、自分の教室のクーラーが壊れたとか言ったら先生に報告しよう。多分10秒で教室から出ないと退学になるぞ。では今回はこの辺で、週上げ。